おはようございます。本日は新聞が休刊日ですので、今日は違うコラムを音読したいと思います。この記事は12月11日土曜日の記事です。孔子遺骨、長江河口で散骨、生前遺構。再起し立ち会う。では音読します。中国国営新華社通信によると、11月30日に死亡した中国の江沢民国家主席の遺骨が11日、共産党の蔡奇政治局常務委員や妻ら遺族によって長江、揚子江ですね、河口で撒かれた。孔子が生前、長江と海洋への散骨の一行を示していた。蔡氏や遺族は11日、北京の政治の中枢、中南海から孔子の遺骨を持ち出し、孔子がかつてトップを務めた上海まで専用機で運んだ。孔子の故郷の江蘇省揚州にちなみ、上海の軍港からフリゲート艦揚州で遺骨を長江河口まで移送、蔡氏や孔子の妻ら遺族が花びらとともに遺骨を撒いた。共同通信ですね。散骨を行ったということです。また、その、あれを、動画は上げておきます。以上です。中午12:35，扬州舰抵达长江入海口水域，在军舰甲板上送别的人们肃立默哀，水天肃穆，波翻浪涌。蔡奇和江泽民同志的夫人王冶平等亲属，眼含热泪，强忍悲痛，将江泽民同志的骨灰和缤纷的花瓣一起，缓缓洒向无垠的江海。滚滚长江东去，汇入辽阔大海。中华大地万里河山，见证一位伟大人物光辉和战斗的事迹人生，长存一名卓越领导人鞠躬尽瘁、奋斗终身的浩气忠魂。